びっくりするほどハマっちゃう PC ゲーム始まるで。今日、くぬむちゃんが実況するのは、ヴァンパイアサバイバー。素敵なドット絵が楽しめるアクションゲームや、ファミコン時代を思い出すな、悪魔城ドラキュラオマージュやで。パソコンのゲームやけど、投稿者の中古ノートでも、快適に動作する素敵ゲームや、このクオリティで300円やガチャガチャ1回分やで、お値打ちやん。操作キャラは、スケルトンのモルタッチを、骨キャラや。最初はくっそ大変やけど、後半になるにつれ強力になる骨を投げるで。雷の指輪ゲット、強力や。連続で放てないからまだ物量に負けとる。中央のプレイヤーキャラめがけて押し寄せてくるモンスターをギタギタに叩きのめすんや。結構叩きのめされるけど、楽しいで。メインエコンの骨ゲット、どうやって補充してるのかは聞かんでやってな。30分生き残るゲームやけど、もう敵の数やばいな。
骨は進化しないけど反射するので超強力。このゲームは敵を倒すと宝石を出すんや、それをゲットしてレベルアップ、レベルが上がると武器を選択、同じのを選んでいくとパワーアップしていくで、組み合わせを考えるのも楽しいし、特定の組み合わせで武器が進化するんや。タイムストップ、たまにこういう貴重アイテムも敵からドロップするで。中ボスは手強いけど、倒すと宝箱を出すんや。すぐにとってもええけど、取らないのもあり。宝箱からは武器アイテムのパワーアップだけでなく、進化武器が出るし、終盤は回復アイテムも出るんや。こうやって起死回生の火炎放射もできるんやで。
10分生き残ったで、10分を超えると特定の組み合わせでレベルマックスの武器が進化するで。飛んでくるのメデューサちゃうかな。今のが重要アイテムの副車のは、全ての武器の攻撃回数は1回追加や強力やで、雷の指輪の進化トリガーでもあるんやで。魔法の杖は空の書と組み合わさって聖なる杖に進化したで、これでゴリゴリ無双してやるんや。ここら辺から
敵の猛ラッシュが始まるで。でもパワーアップした骨と副車の輪のおかげで全然平気。雷の指輪も進化、サンダーアルフや、ところどころ日本語訳されてないのが可愛いな。
ンとカラスが合体してニジバトやバンダリエルにいいかな。詳細わかる人コメントで教えてな。ここで聖書が進化、黒いカバーがかっこええな。土の聖書が進化して城の天然やってどういう意味やろ。
本体がいっぱい出てくるで、すご。進行すると全部パワーアップしきって回復アイテムとお金しか出なくなるです。
出店結果で火の出や、敵が全員蒸発、そして死神が出てきて骨も焼ける。これでクリアや、死神もやっつけられるみたいやけど、最後、マンで主人公も焦点してまうんや、ガチャガチャ1回分で楽しめる洋室ゲーム、よかったらやってみてや。